イデオロギー、イデオロギーとは、観念の体系である。文脈によりその意味するところは異なり、主に以下のような意味で使用される。観念形態、思想形態とも呼ばれる。意味内容の詳細については定義と特徴の項目を参照。通常は、政治や宗教における観念を指しており、政治的意味や宗教的意味が含まれている。 イデオロギーという用語ははじめ、元年の起源が先天的なものか後天的なものかを中心的な問題とする学の名であった。この用法は D スタッドデトラシー、イデオロジー言論1804から1815に見れる。彼に代表される活動家たちはイデオローグ、アイディログと呼ばれ、1789年のフランス大革命以降、 怪しげなものとして見られていた、アンシャンレジーム時代の思想の中で、啓蒙主義的な自由主を復興させようとし、革命期から訂正にかけて、フランスリベラル学派の創始者、指導的立場となった。当初は人間の観念に関する科学的な研究方法を指していたが、やがてその対象となる観念の体系そのものを言うようになった。イデオロギーの定義は曖昧で、 また歴史上その定義は一様でない。イデオロギーの定義には、認識論を含むもの、社会学的なものがあり、互いに矛盾している。しかし、それぞれが有意義な意味を多数持っている。そのためディスクールや、同一化思考などの類似概念と置き換え可能ではない。イ界デオロギーの定義の重要な意味内容について、主に認識論や、社会学的成果をもとに解説する。 以下は、イデオロギーの定義で代表的なものと考えられる、マルクスの定義を挙げる。マルクス主義におけるイデオロギーとは、観念そのものではなく、生産様式などの社会的な株構造との関係性において捉えられる、上部構造としての観念を意味している。マルクスは、最初、ヘーゲルとその後継者たちによって示された、観念の諸形態について、社会的な基盤から発しながら、 あたかも普遍的な正当性を持つかのように振る舞う、と批判したことから、イデオロギーの階級性について、論じるようになる。マルクス・エンゲルス教著、ドイツ・イデオロギー、1845年において、初めて、イデオロギーという用語が登場し、階級社会における、イデオロギーの党派性が分析された。すなわち、階級社会では特定の階級が利益を得るための、 特定のイデオロギーが優勢になり、上部構造と下部構造の相互作用が生じて、必然的に自らを正当化するというのである。マルクスは、イデオロギーのこのような性質を虚偽意識としての、イデオロギーと呼び、階級的な利害に基づいて、支配体制を強化するものであると考えた。この分析に従えば、階級制度は必ずイデオロギーを伴うものであるから、 イデオロギーを批判することは階級闘争の中で最も重要な活動である。ユルゲンハーバーマスは現代社会では科学技術が個人の思想とは関係なく客観的に体系化されており目的合理性において科学技術の体系は絶対的な根拠を持っているとした。ゆえにあらゆる政治行為の価値はまず目的合理性において 科学的あるいは技術的に正当なものであるかどうかの判断抜きには成立せず、イデオロギーが何らかの制度を社会に確立するときに目的理性に合致しているかどうかということは大きな影響を持つとされた。時にはこのような目的合理性がそれ自体で支配的な観念となり人間阻害をもたらすと指摘した。すなわちこのような目的合理性が支配的な社会では 文化的な人間性は否定され、人間行動は目的合理性に適合的なように物証化されていくと警告したのである。これは後実のシュミットに通じる考え方である。しかし一方で、トーマスクーンのパラダイム理論が示唆するように、歴史的には科学理論も技術的に十分検証可能でないときは必ずしも目的合理的でない思想的な理論進行によって、 主流な科学理論、従って科学の方向性も、が決定されてきたということが指摘されている。このような見方に従えば、歴史的には科学とイデオロギーと呼びうるような思想心情の間に相補的関係が成り立ってきたということもできる。例えば天道説は、キリスト教信仰と密接に結びついていたし、地道説についても、太陽崇拝である。 ヘルメス信仰との関連性を指摘する説がある。技術的な進歩によって指導説の正しさが裏付けられたが、技術的に完全な検証が不可能な段階では、どちらの説を取るかは思想信条によって判断されたという見方である。実際に、ダーウィンの進化論を否定して、聖書的な創造論を学校で教えるべきという運動がアメリカ合衆国で後半に存在するが、これは、 進化論が技術的には必ずしも完全に検証されているわけでな。例えば、パウル・カンメラーによるサンショウウオやサンバガエル、幽霊母屋の実験のような現在のダーウィン的な進化論で説明がつかないとされる実験結果が報告されていたり、宇宙物理学や心理学の立場からダーウィン的な進化論と対立するような目的論的な見解、サイバネティクスによる コンプトン効果の説明や心理学的な目的論などが提示されていることによる。もちろん、これらの事実は、ダーウィンの進化論に会議を促す事実であっても、創造論を積極的に支持するような内容ではない。とはいえ、科学理論に対して技術的に検証不可能である場合、思想信条により、科学理論が選択されうることは、多くの科学者が認めるところである。 したがって、あらゆるイデオロギーが、科学技術のような、客観的な目的合理性の上に成り立っているならば、その次元での正当性を論じることによって、イデオロギー的政治行為と正しい政治行為の間判別が可能であると考えられる。目的合理性において明らかに疑問を含む、政治行為が正当な政治行為であるわけはないから、社会的なコミュニケーションのレベルでのイデオロギーの適質には、 文効化を期待できる分析であると言える。しかしハーバーマスも指摘しているように、このような見方の欠点は、イデオロギーが目的合理性にのっとった社会的なコミュニケーションの場のみで成り立っているかという点に盲目なことである。上述したように、イデオロギーの核心をなす心情や信仰は、目的合理性とはほとんど関係ないから、イデオロギー的政治理念が、 目的合理性に則った政治行為を主張するということも成り立つため、このようなイデオロギーの分析にはあまり有効ではない。また技術的発展によって、イデオロギー的な関連支配から脱却できるかという問題がある。カール・シュミットはハーバーマスが、目的合理性と呼んだような技術を中立的で、従って中性的であるとみなす考え方を技術振興と呼んで非難している。 技術振興の立場に立つと、中立で中性的な技術の進歩により、あらゆる思想的な対立は解消されていくとされる。しかしシュミットによれば、このような技術は中立的であるがゆえに、様々な政治理念に武器として放仕することができる。技術は中立的ではあるが、政治的に中性的ではない。技術は道徳的な目的に放仕することもあるが、逆に、 非人道的な目的に奉仕することもできる。それゆえに技術的進歩は道徳的進歩ではない。したがって技術の進歩が政治的な対立を解消して何らかの非政治的な解決をもたらすとは考えられいとした。シモーヌベイは技術のもたらす生産性の発展が必ずしも約束されたものではないこと、ある種の乱否形態が排除されても、 別の乱皮形態が生じてくることを指摘している。米油は具体例としてエネルギー源を上げ、石油や石炭が枯渇した場合、代替されると予想されるエネルギー源が生産性において石油や石炭に勝っているというようなことは簡単に予想されず、社会がエネルギー的に優れた方向へ進化し続けるということを疑問視している。社会の生産力の発展が抑圧を必然的に 解消する。なぜなら、マルクスによれば階級社会が消滅すれば、イデオロギー的集なるものは存在しなくなるから、というマルクスの見方にも、否定的である。また、米油は、抑圧を批判している、はずのマルクスレーニン主義が抑圧を生み出していることを、指摘し、このことは、抑圧が、どのような政治体制の下であれ存在していることを、表しているとした。したがって、社会発展が、 どんなに進んでも抑圧は存在し、その抑圧の根拠となるイデオロギーは常に存在すことになる。米油によれば、抑圧の形態に対し常に注意を払い、研究を怠らないことで、イデオロギーの潜在を明らかにしていくべきだと述べている。日本におけるイデオロギー研究の先駆としては、高徳周水の20世紀の怪物帝国主義が注目される。この著作において、 公徳は、当時の政府の傍聴政策を愛国主義と、軍国主義の産物であると分析し、主に道徳的立場から批判している。当時の傍聴主義が非合理な野生に発していること、国家生存の原因を、領土の公共であると偽っていること、挙国一致の名のもとに、政治闘争を封殺していることと、そのイデオロギー的性格を指摘している。大正期の哲学者である。 そうだ一郎は、文化価値と極限概念の中で、当時の官僚的な政府の哲学を宗教的、非合理的であると批判し、あらゆる文化価値を同等に尊重する、文化主義、人格主義を主張た。すなわち、日本の独自性という欺瞞を掲げ、学問、政治の自由を抑圧している、反発政府イデオロギーに対して、対象デモクラシーを擁護した。 しかし同時に、プロレタリア独裁を掲げる社会民主主義を階級主義的な限られたる民主主義と定義し、イデオロギー的に抑圧した相談の言う社会民主主義は社会主義一般を指すもの考えられ、強的に言えば共産主義の互換に近い。戸坂淳は日本イデオロギー論を表し、日本におけるイデオロギー批判を初めて体系的にまとめ上げた。 日本の特権階級のイデオロギーを哲学的観念論にあるとし、その社会的適用を通じて、復古主義的な日本主義が出現し、ファシズム的軍国主義と結びついて、日本イデオロギーが形成、発展してきたとする。また、自由主義思想がたやすく、日本主義に転化しやすいという点を指摘し、自由主義を中間的な勢力と見る、当時の風潮を偽りであるとした。 彼はイデオロギーを客観的現実、すなわち株構造の歪曲された模写であり、独自に発展法則を持つと指摘している。丸山真男は日本の思想の中で日本社会においては伝統的にイデオロギー批判が理論的、政治的立場で行われることがなく、現実肯定という形で規制の支配体制への追従が繰り返され来たと述べた。 この現実工程という形である種の理論を無価値化することを丸山は実感信仰と呼び西洋の理論信仰と大峙させているがこれは論理より感覚を重視するという意味での人得る感覚主義ではない実感信仰は事実主義や伝統主義を含み理論信仰は科学主義あるいは理論主義的な立場を念頭に置いていると考えられる藤田昭蔵は 天皇制国家の支配原理において天皇制を支えたイデオロギーとしてヨーロッパ的な社会有機体説と東洋的な儒教政治論が矛盾しながら結合した家族国家論を想定したこの家族国家は内面的には政治学問の分野において官僚主義的立場を徹底させ外面的には家の拡大という形での傍聴主義を伴うとされたまたこのような 家族国家論は天皇制国家を家と同質に自然的なものとみなす非政治的な本質を持っており、このことによって天皇制それ自体は日本社会のあらゆる利害を中和する象徴としてテオロギー的に祭り上げられたと説いている。冷戦の終結後、イデオロギーの終焉を解く声が強まっている。社会民主的な中道、福祉政党が世界の大勢を占め、 かつてのようなイデオロギーを振りかざすことなく、職業的、専門的な政治家、官僚をよって、純粋に生活向上が図られる世界に、向かっているのが現代である、という分析である。また、思想の面からは主に構造主義者によってイデオロギーは、ディスクールに還元可能であるとされた。しかし、これらの事実は、イデオロギーの終焉を必ずしも意味しない。 以下代表的なイデオロギー終焉論について簡単な内容を記すとともにその問題点を指摘する。資本主義社会はその経済論理をすべての階級に及ぼし、同化吸収的に階級社会を消滅させたと説かれた。ゆえにこのような社会では階級闘争は終結し、それに伴って深刻なイデオロギー的対立は解消したとされた。しかし、 マルクスの見方には大きな欠陥がある。階級的な利害がイデオロギー的であることはもちろんであるが、イデオロギー自身は必ずしも階級的な利害を必要としない。つまりイデオロギーは何らかの階級制度や階級闘争を前提としない。前述の米への立場からも階級社会が解消されてもイデオロギー的抑圧がなお存在するであろうことはおそらく確実であると言われる。 そもそも社会を階級闘争的に見る見方でさえ、社会的抑圧の形態を偽っているという意味で、イデオロギー的であると言える。また風光ら構造主義の哲学では、制度や権力に結びつく、言語表現としてのディスクールによってイデオロギーは置き換え可能だとされた。彼らは実際生活上あらゆる言語は、意識的に白無意識的に白権力や政治と結びついていない言語はないし、 またあらゆる言語は政治的になり得ることを主張し、そのような言語ないし言語的コミュニケーションをディスクールと名付けた。構造主義者のディスクールに対しては定義でも、記述したように、イデオロギーはただ政治的なだけではない。何らか固有の見方、世界観を含み排他的である。意味的に中立的なディスクールとは、大体不可能であり、イデオロギーはディスクールに還元できない。 固有の意味を持つさらに冷戦終結後、国際経済における資本主義の影響力が完全なものとなったため、意識的に資本主義の根本システムを改変することは事実上不可能なものとなっており、無条件で受け入れざるを得ないものとなっている。すべての経済、社会上の問題は資本主義的全体の一問題とされ、イデオロギーを介在させずに、 技術的に解決可能とされる。例えば南北格差問題や紛争問題を経済上の利害に還元し、市場経済の範囲内で様々な調整をすることによって解決可能だとする見方である。この立場では、資本主義的経済原理を全ての人が受け入れている以上、イデオロギー闘争のような根本的な思想対立はあり得ないと主張された。しかし民族的な問題や、 宗教的な問題がしばしば国際紛争に発展することを見ても明らかなように、たとえ資本主義の原則をすべての人が認めたとしてもイデオロギー対立は存在しうる。イデオロギーの根本は、信条や信念、あるいは党派的利害であって、経済原理や社会問題から出発してその思想を形成するのではない。最後に、現代のような価値の多様化を認めている。 時代状況においては、イデオロギーは相対的に合理化して眺めることが可能で、政治的正当性の根拠は不毛な観念論争では、なく現実生活に即した実利あるという主張がある。現代の知識人は、自己のイデオロギーを解決的に意識化することで、偽りの信念を見抜くことができ、それが行動に結びつくことはないと説かれた。これに対しては、 主に二つの観点から誤りを指摘することができる。まずイデオロギーは語られていることだけにあるのではなく、行動や社会状況にも含まれている。つまりイデオロギーは、人々がどう考えるかという問題ではなく、現にある社会状況にすり込まれ事実関係を偽っていることがあり、イデオロギー的心情を実際は信奉していないのにもかかわらず、イデオロギーに奉仕していることがある。例えばある。 主のイデオロギーを掲げた政策にそのイデオロギー性を認識しつつも実技を優先して迎合することはイデオロギー的目的に奉仕していることあり、イデオロギーから自由になっているとは言えない。また実技を最優先するこのような考え方それ自体がイデオロギー的である。実利や観念、社会状況、経済原理などはそれぞれ別次元の問題である。例えばイデオロギーの含む、 世界観、倫理観は現実生活の実利とは関係ない場合が多いし、実利を優先するか、それとも他の何らかの観念を優先するかは、個人のイデオロギー的な問題である。イデオロギーが価値の多様化の中で、他の何らかの価値の間に埋没するという主張は、正しい見方でないと言える。現代の国際情勢を鑑みても、民族紛争などが激化しており、 戦争や紛争の問題点を明らかにするために、イデオロギー的背景を明らかにすることは有意義であると考えられる。現代社会のイデオロギーはより複雑で感知しがたいものとなっていると考えられているため、時代に即したイデオロギー分析が必要とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。